理解はわからない、あ距離を取ると思いきやリーコールする。バットはちょっと位置が悪かったか、反撃は見つけちゃった。さあまずバットが入ってダメージを取るのはアザン。アザンさん直やかな演奏ですね、ありがとうございます。あチェーン入った、さあスリー見つけちゃった。チャガリタイパン、あれはすごい、どう何かいいプレジャー。この人はどうする、バットで逃げてしまう。左足追い打ち、ファーストはエアザン。さあいいずらし、ここはどうする、何かを狙ってるか、しかしプレーはない。切り返す、さあスカッチのタイムさせない。さすがにここから取り戻せるか、しかしカッチはこのケースがある。バンバンチンが入れば1本取れるぞ。林を振ってしまう、ここから揺れるか、ダッシュしていくアザン。デモンリードしたデントラ強い。さあしっかりガード、そしてまたターンに向かない、そして右から出るか、デモンよく見ていた。これ魚を繰り返してビッグ戦に持っていけるか、投げはできる。さあよく見ていた、かわしますスピン。さあデモン振らない、ほとんど速い、十分の選手デモン。さあ坂本がめくられる前にバックジャンプを放っている話分かっている。さあ投げていく、しかし抜ける。塩でもダウンする。デモン。え、今は耐久ですかね。さあ、なかなかアザンがダメージを取れない。デモンを当たるが、ダメージにつながらない。さあ、ダークボス。これは、しっかり、これは中断。ニュースに削っていく。削れるか、見せない、まだ分からない。さあプレジャーが避けられる、坂本読みが素晴らしい。大デモン、デモングレードが引っ張る、斜めビビらない、アズワンの意志が伝わる。さあ飛んだところに中パンヒット、なかなかどちらも寄られると切り出しづらい。攻撃力はレイレイか、で立ち前ではキュービーに分があるかという感じですよね。いつの間にか大連のタイルがものすごく減っている。攻撃はない。さあそんなところに下段、これは7秒でパルトしてしまった。さすがずか切り返せるか、よく冷静ですね。さあ最大にコンボ入って、この落ちて見えない、早い。さあチェーンを入れる、バーシュクを炙られて店内を振り返りしまう。さあいいヒットワーキング、これ一歩取れば相当選手の体力ですね。さあ入った、外側入ったか、これ端逃がしたくない、しかし逃がす。バカバカ逃げる、赤本中から速い中大ヒット、赤本チームの勝利ですね。